新シーズンもいよいよ開幕っていうミッションが足されてるんですが、先にバグがいろいろと開幕されちゃうっていうね、まあさすがのコールオブデューティーモバイル。はいどうも、チャンダルクです。というわけで、今回は、新しくね、バグが追加されまして、まあ一応ね、リスナーさんから報告来たのが昨日ぐらいなんで、ワンチャンね、修正されてる可能性はあるんですが、まあどうせされてないでしょってことで、こちらね、撮影の方やっていこうかなと思います。はい、ということで、一応本日追加されたのはこちら、トレイルブレイザークレートなんですけど、まあこれ確か再販かな初かなけどなんかこういうの見たことあるよね。まあこういう形のまあ緑とオレンジ色のなんかまあグラデーション綺麗な銃が追加されてます。一応これなんか武器セットでなんか特別な報酬獲得って書いてあるから、またなんかミッション来るんかな。はいっていうのが一つと、今回ねまあ紹介したのはこちら潜伏クレート。まあこれがですね、まあ MW11 のレボリューションっていうやつがあるんですけど、まあこれねなんかねバグるらしいんよ。そうバグってこれにとあるアタッチメントをつけるととんでもないことになるということで、まあ修正されてないことを祈ってこちらねガチャガチャの方を引いていこうかなと思います。ちなみにこちら再販なんでね、こちら HVK の、金太マガジンと、このビビアンさん持ってますね。はいということでこちらもちょっと後ほど紹介していきましょうか。はいということで HVK とか持ってるんでハンドガン目当てでいきたいところではあるんですが、買わんと。さあ重複しちゃってますね。さあさあ20連目いきます。 900CP 来い来い。いやお前じゃないんだよ、お前じゃないんだよ。まあ、けど、キノコのね、やついいよね。おしゃんだよね。さあ、ということで、30連目。さあ、確定で紫が来るんですけど、来い！よっしゃい！一発目。まあ、もし、あ、けど、これ、重複普通にするからさ、紫も。まあ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 。あ、けど、キャラクターも来たわ。え、キャラクター俺持ってなかったっけ？あ、HVK 出た段階で前止めたんだ。なるほど。ということで、半年ぐらい前のやつが再販されて、獲得と。ちなみにこちら HVK がですね、まあ、これもちょっとバグってて、これまあ48ラウンドマガジンって書いてあるじゃないですか。ただね、これまあ見てもらってわかるんだけど、これ44ラウンドなんよ。だから、これ詐欺クレートなんよ。で、これ実際見てみたら44発っていうね、やばくないですか？はい、ちなみにこちらクレートの方にこちら書かれてあるアタッチメント構成も48って書いてあるんで、うわ、これだから48だから、お得じゃんみたいな、これ強いじゃんと思って引くじゃん。はい、残念無念みたいな形でね、詐欺られますので、皆さんご注意ください。まあ、ていうバグもあれば、こちら MW11 のレボリューション、これね、まあ、こちら、モノリシックサプレッサーって大きいやつついてるわけじゃないですか。これを、ま、とりあえず外してあげて、バレルをですね、このインテグラルサプレッサーに変えると、ほら、見てくださいよ、これ。同人誌とかで見たことあるような黒いやつですよ。いや、これ、やばいなぁ。これサプレッサーだからついてるんだよ。そう、インテグラルサプレッサーって言ったらこういう形で、サプ付きのバレルになるんだけど、これ、やばいね。暗黒サプレッサーっていう、バグってサプレッサーがね、ちょっと表示されないっていうのがあって、これでじゃあ FPS 視点で見たらどうなるかっていうのをね、見ていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では行きましょう。まあ、とりあえず HVK もちょっと見たいから、HVK も、一緒に行きましょう。さあ、ということで、まあ、先ほども言った通りね、こちら48発っていう表示なんですけど、はい、44発になっております。いやー、まあ、金太マガジン非常にオシャレだけどな、HVK さ、詐欺は良くねえよ。ちなみにこれ次のシーズンでリロード速度クソ速くなるんで、まあ、ぜひぜひ今のうちに、まあ、HBK ファンの方は、あー待って、あ、けどサプロードする。やべえ、これ。え、これ、え、どないなってんの？ちょ、待って、マズルがわからん。まあ、一応アイアンサイドとかバグってないんであれですけど、サプレッサーないのに、すげえ。いや、これは詐欺だね。ちゃんとした。レキトサ詐欺だね。見た目詐欺だ。いや、まあ、けど、ぶっちゃけペイトゥイン要素でもなんでもないから、まあ、強いて言うんだったら、これ、角待ちした時に長さで、バレにくくなるっていうのワンチャンあるかもしれんけど、まあ、けど、まあまあ、これはいつか修正されるっしょ。さすがに。はい、ということで、これ、インテグラルサプレッサー付きのハンドガンを敵さんに持ってもらったんですが、完全サプレッサー見えてませんね。うん。ただ、それでも、ほら、こういう形でサプの音聞こえるんで、間違いなく、インテグラルサプレッサー効果出てるんですが、まあ、残念ながら、はい。まあ、こちら見えてね、バグっているということで、まあ、ペイトゥーイン要素はほぼないんで、まあ、荒れることはないと思うんですけど、まあ、ちょっと面白バグということでね、まあ、早速、こちら使ってやっていこうかなと思います。はい、ちょっとですね、まあ、さすがに、これ使ってランクバイ行きますだけでちょっとあれなので、ドッキリ仕掛けます。はい。お疲れ様です。ちょっと今、ディスコート聞こえてると思うんですけど、実は IQ さんをですね、今呼び出して、今一応、ミュートしてるんですけど、IQ さんを呼び出して、ちょっと MW11 が海外でめちゃくちゃ流行ってる、かっこ大嘘ってことで、対マンしましょうと。で、それでサプは使っちゃダメよって、で、やっぱお互い勝手に見てね、打ち合いたいからってことで、まあ、サプ禁止と言いつつ僕はこれやると。ただ、あっちの視点だったらね、見えてないから、まあ、これでちょっとね、対マンやっていこうかなと思います。
あ、もしもし、お疲れ様です。もしもし、お疲れ様です。申し訳ないです、遅れてしまって。いえいえ、こちらこそすいません、変な時間呼び出しちゃって。ちょっと撮りたいのがあって、はいはい、まあ一応もう前撮りとか全部撮ってるんですけど、なんか次回のシーズンで MW11 が、はい、なんかめちゃくちゃ強くなるらしいんですよ。はいはいはい。なんかほら、レネッティっていうなんかM9A3 が追加されるじゃないですか、次のシーズンで。はいはいはい、そうです、ね、あれがなんかデュアルできたりとか、なんか3点バーストとかできてみたいな形でやってたら、なんか MW11 も強化入るみたいな。はいはいはい。らしいんで、ちょっと今のうちに MW11 のそのね、昔のバージョンで一回タイマン取っときたいなみたいな。あ、なるほど。そう、ランク場だったらちょっと使いにくいじゃないですか、ハンドガン縛りって。そうですね。だからちょっと IQ さんと一緒にやっときたいなと思って、タイマン系を。アイスアイス。一応カスタムの縛りとか特にないんですけど、サプレッサー使うとやっぱ赤点見えないとね。そうですね。ちょっとタイマン系はあれなんで、サプレッサーは禁止でいきましょう。それ以外も何でも自由ということで。オッケーです、オッケーです、行きましょう。じゃあ、一応スコストなしで、まあ普通にハンドガンだけで。オッケーです。じゃあ、サプ禁止 MW11 で、タイマー行きます。やりましょう。あ、IQ さん寝起き？寝起きっすよ。そう。いや、行きます、行きます。IQ さん、生活リズム俺いい人だと思ってたんだけど、結構、あれなんだね。ちょっと狂ってるんだね。ちょっと今狂ってましたね。なるほど。よし。あー、まあ、MW11 強いっすからね、普通に。そうなんですよね。全然まあ、今、リボルバーとかデザートイーグルとかちゃんと強いっすけど、まあ、スナイパーとか半小の敵に対してちゃんとね、ダンス当てたら、みたいな。やばい、うわ、よーし。そうか、フリーフォールがプライベートできてるのか。そうなんですよ。前確かあったよね、これ。てか、シーズン最初ら辺の時。結構前あったんですけど。あったけどなくなって、みたいな。やべ、全然当たんね。いやー、うまい。よしよしよし。いやー、ちょ、全然当たらへん。マジか。きついなぁ。まあ、レート落ちちゃったからね、MW11 バグなくなっちゃって。まずい。ちょい激ろ。あー、オッケー。で、IQ さんのやついただいといてと。僕はこの虹色のハンドガンを。ああ、これは KN44 のやつについてくるやつだ。そうっす、そうっす。だからライトフラッシュガードつけてるあたり、全シーズンのカスタマイズできてんだ、この人。そうっす、放置そのまま。死ね。よーし。3対2。オッケー。3点バースト、来シーズンの3点バーストあるんですかね。どうなんだろう、来てよくれたら面白いけどね。デザートイーグルと覇気争いしてほしいなって。あー、ついだー。いやー、全然当たらへん。これ遠距離合戦だぞ。遠距離。よし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 。きつ、ま、半分運ゲーだよな、あんな遠距離なんだ。そうそう、正直運ゲーだよな。じゃ、いやー、ダメか、先打ちされた。ハンドガンってやっぱレンジ短いから至近距離になったよ。打ち合い面白いね。全然ありっすね、これ。普通に実力差出るわ、これ。お互いよしよしよし。強ポ取り、強ポというか頭足強いね、やっぱり。頭足ですね、やっぱアイアン見づらい、見づらいというか、なんか銃の下が出ちゃうんです。あ、やばい。ノリで打つ感じような、大体で。これぞ、ハンドガン。しゃがまれた。しゃがみ当てやすいな、やっぱり。スッスッ、オッケー。で、10点で終わるか。あ、オッケーです、オッケーです。長いから。IQ さんに設定されてるから。いや、マジか。いやいやいや、そうだ。俺さ、まず冗談抜きで、はいはいはい、褒めるんだけど、はいはい、IQ さんがほら、自分でプロチーム作ってからさ、はいはい、いつもの4人いたじゃん、はいはいはい、あの、コラボしてる。あ、はいはいはい、あの中でやっぱ、群を抜いて一番 IQ さん上手くなってんだよね。大体あの時って、最初ら辺ってみんな同じぐらいの実力だったじゃん。そうですね、そうですね。ちょっとは田中さんが下手くそかなぐらいだったんだけど、大体まあね、IQ さんとかドキノさんとか僕とか大体同じぐらいだったんですよ、タイマンしても。はいはいはい。ただやっぱプロチームオーナーになってからマジでね、上手くなって、なんか一人だけキャラコンが違うんよ、やっぱプロのキャラコンになってるからさ。はいはいはい。そう、いや、なんか悲しいなって。悲しい。ちょっと今度やりましょう。いつ俺たちから離れてしまったのか、実況者の壁越えてしまったのかつって。お前 SR ツンツやりましょう、みんなで。確かにありだね。ありですよ、ね。いやー、マジか。あれからどれぐらい成長したのかって見たい。そうっすね。あ、全然当たらない。うわ、無理。よしよしよし。さあ、10点、あと1よ。ほんとだ、あと1。マッチポイント。あー、そっちはまずい。よし、とりあえずこれでイーブンで、接待されたから、これでとりあえず、オッケー、ラスト熱い戦いができると。運ゲーに持ち込むのもありだな。実力でやったらきついから、運ゲーで頑張りたいところではある。おいよ。いた。じゃあ、やってといて。お互い一応やる状態。よし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 。いや、勝つ勝つ。うっ、まずい。アップねー。よし、追い込む。よし、あー、強い。よしよしよし。っていうね、茶番だったんですけど、 IQ さん、気がつきましたか。なんすか。
あのサプレッサー禁止って言いましたよね。はい。いやでもなんかサプレッサー使ってるんですよ。なんかあの武器拾うときに、はい、なんかレボリューションっていうやつなんかサプレッサーはついてんなと思って。ああ、実はですねこれあのドッキリでして見てもらったら分かるんですけど、ね。そうなんですか？これサプついてないじゃないですか見た目。はい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 。で IQ さん気づくかなっていうドッキリなんですよこれ。気づかない。これあのなんかバグってんのかなとか思って。HVK のあのクソ武器あったじゃないですか弾数の。はいはいはい。これのクレートに新しく追加された MW11 が実はサプレッサーバグで見えないんですよ。はいはいはい。あ。なるほど、あの初期から内蔵してあるっていう程度。そうなんですよ。インテグラルサプレッサーなんですけど、これ銃声こういう形でサプレッサーなんですが、実はもう、ね、あ、そうなんだ。そうなんですよ。全然気づかなかったです。なんかバグってるのかなと思って、銃声バグ的な。そうです。結構他の武器でもあるんで、サプレッサーついてても音があるみたいな。あるあるある。バリアント変えたらあるよね、たまに。そうなんですよ。なるほど。いやだから IQ さんそれで気づくかなっていうドッキリだったんですよ。なんかずるくないですか？確かにずるで負けたわ。なるほどなるほど。すいません、ありがとうございました。大丈夫です。